えー、ツイッターに生死提供というのが出てきて、妊娠がしたくても男性の方が無精子症でできなくって仕方なく代理でもらうっていうのかと思ったらとんでもなかったです。<laughs> 出産、生死提供を受け、出産の女性が男性を提訴。 国籍や学歴偽ったか。ま、あこれが、なぜそういう風になったのかが、ずっと一緒に暮らしている男性が、実は子供が欲しくても子供ができない体で、で、それで、かと思いきや、 だんちゃんとはね、一緒に暮らしているんですけれども、男性が遺伝性の難病の疑いが判明したから、そのさ、男性をさっさと捨てて SN、SNS で知り合った人から、精子提供を受けて、第2子出産しました。しかし、 事前のやり取りから男性が日本人の未婚者で兄弟卒をとしていると信じていましたが、妊娠後男性が中国籍の既婚者で別の国立大を卒業していたことが判明したそうですと。それで精神的苦痛などを受けたとして3億3000万の支払い求め先月提訴。これ。まあ <laughs>。 そもそも日本人で兄弟卒だと信じて、精子提供を受けたらいいんですけれども、後から間違いだったってんで、まあ苦痛受けた。っていうのの、損害賠償、まあ、ただ、これ、 男性側が、あの、暮らしてる方の男性側が知ってるか知らないかで恐ろしいほど、間違い、とんでもないことになると思います。もしこれで、男性、あの、男性というか、旦那の方が、これを遺伝性の難病の疑いが判明して、まだもう一人子供が欲しいけれども、自分がどうしてもできなくなったということで、男性がこういう風な、 のがある点で、夫にちゃんと、こういう風なので、子供が欲しいっていう風に、まあ正直それで許可を取る、で許可出す方も、出すわけないと思うんですけれども、これでもし許可が降りたとして、この状態でやって、こういうのが出てきたということであったのであれば、まあこの女性には多分非はないと思うんですけれども、これをもし、 旦那の方が知らなかった場合、としたらこれ完全なる不倫ですからね。浮気不倫。で、女性は現在、心身の不調により性指供を受け、出産した第2子と暮らすのが困難なことから、第2子を児童福祉施設に預けているということです、というふうには書いてあるけれども、まあ、もしこれが、 旦那が、もう、お荷物だからさっさと旦那と別れて、その次の未来の人を探そうってな感じで SN、SNS って言ったらもう出会いの場ですからね、一つの。っていう風な文で、やったとしたら、まあ、この人、損害賠償請求100%無理ですね。ただもしさっき言った通り、旦那の方が事情失 たうでこれをやるがいいかというふうな許可を取って OK な状態でやったとしたら、まあ女性に非はないとも言い難いんですけれども、まだ、損害賠償は取れると思うんですけれども、<laughs> これ、 後者の方だった。男性の方が知らなかったっていう場合、最近 YouTube でよくあるスカットストーリーズのネタにめちゃくちゃされますよ。で、もしこの男性が遺伝性の難病、<laughs> これがもし数年後、画期的な治療法が開発されて、男性が感知したとなったら、 おそらくこの人すぐに戻ってくるでしょうね。まあでも、この女性の方、提訴がもし、旦那が、許可なかったっていう風なんであれば、もう、おそらくこれ、 損害賠償はもちろんできないどころか、男性の方から損害賠償を受けることになりますよ。まあ自分が難病になってしまったからっていう風なので減額もあり得るとは思うんですけれども。まあそこら辺関全なる <laughs> 法律素人ですんで。まあ、イメージ的な感じでですけれども。まあただこれは本当 どういう、もうちゃんと旦那と話し合った上でのか旦那に言わずにで独断でやったかによっても完全に全然違う状態になっていくと自分は思います。